エンターテイメントの裏側、浜崎あゆみ、平野紫耀、広瀬鈴が語ったバレバレの嘘。現代社会においてインターネットの普及が進む中、芸能人たちの嘘は容易に暴かれるようになりました。しかし、なぜ彼らはなおも嘘をつき続け、その都度突っ込みを受けるのでしょうか 本校では、浜崎あゆみ、平野志洋、広瀬鈴といった芸能人たちが語ったバレバレの嘘に焦点を当て、その背後に潜む事情を探ります。浜崎あゆみのスマホ不慣れ。2017年に放送された、しゃべゼロ007で、浜崎あゆみはスマートフォンに疎いことをアピールしました。 しかし、彼女の言葉と実際の行動が矛盾していたことがインターネット上で指摘されました。浜崎は放送前からインスタグラムにスマホでの自撮り画像を投稿しており、しかも高級ブランドのケースに収められたスマートフォンが映り込んでいました。 同様に、スマホゲームの CM に出演した際には積極的にプレイしている様子を披露しており、視聴者はそのギャップに戸惑いました。浜崎の行動は、スマホ不慣れをアピールする一方で、実際にはスマートフォンを積極的に利用している姿勢を示していた。このような矛盾が、視聴者やファンの信頼を損なう結果となりました。平野仕様の母親の逆さは、 キングピンスのメンバーである平野市要もまたバレバレの嘘に巻き込まれました。昨年の踊るサンマゴテンに出演した際、平野は母親の年齢について40歳と答えました。しかし、これは以前のテレビ出演時に告白した33歳という年齢と矛盾しています。芸能記者によると過去の発言が本当ならば平野の母親は 平野を高校生くらいの頃に妊娠していることになります。親のことといえど、明らかにイメージダウンになってしまうので、平野はここら辺の年齢を微妙に誤魔化しているのでしょう、との指摘があります。このような逆さばが明るみに出ると、芸能人のイメージに影響が及ぶことは避けられません。広瀬すずの中学時代の謎。 ヒロセスもまた自身の中学時代に関する発言と実際の行動が一致しないとしてネット上で注目を集めました。週刊女性のインタビューではヒロセは中学時代のエピソードを聞かれ成長期の男の子は全く話しかけてくれなくなっちゃって、当時はほとんど男の子と喋った記憶がなく、マドンナの魔の字もない感じでした笑い、と述べていました。 しかし、ネット上には中学時代の広瀬が男子たちと仲良くピースサインを交わしている写真が流出しており、その他にもキスプリと呼ばれる中学時代の写真も掲載されています。これに対し、広瀬は卒業式だけ記念に撮影したプリクラは偽物といった言い訳をしていますが、これらの行動とのギャップがファンや視聴者を困惑させました。 嘘がもたらす芸能人への影響。芸能人がつく嘘は、場合によってはタレントイメージを一気に落とす結果となります。ファンや視聴者は、信頼できる存在として捉えている芸能人が虚偽の情報を発信することに失望を感じることがあります。特に、過去の発言との矛盾や事実と異なる行動が露呈すると、その信頼度は一気に揺らぎます。 例えば、浜崎あゆみのスマホ慣れアピールや平野市用の母親の逆さばは、視聴者にとって驚きと共にがっかり感をもたらしました。広瀬すずの中学時代のエピソードと実際の行動のフィッチも、彼女のファンにとっては疑念を抱かせる要因となりました。エンターテイメントの舞台裏に潜む芸能人たちのバレバレの嘘は、信頼を築く上での大きな障害となります。 インターネットの普及により、情報が瞬時に拡散され、ファンや視聴者は細かな矛盾にも敏感に反応します。芸能人は自らの言動に注意を払い、ファンとの信頼関係を大切にすることが不可欠です。嘘がもたらす影響は計り知れず、正直かつ誠実な姿勢が芸能人としての持続的な成功につながるでしょう。持続的